はようございます。どこまで行ってたんですか？白まで行ったんですか？うん、すごい。何がすごいあれからだって20分ぐ30分ぐらいですか？行っちゃうんですね。あそこからな。そうだ、大体30分すごい。よいしょ、バイクスタイル。さあ行きましょう。そしたらどこ行くの？この前の鈴木沢行きましょう。したらはい、そこ行きましょう。上がります。おいいですね、この自転車。おお、すごいな。おはようございます、栗原圭一です。今日来ているところは、あ、なんかあそこにドーンと大きな、なんか、あれ、アンモナイトかもしれないじゃないですか。ちょっと今日来ているところは、カンパニアンからマストリーぐらいまでのとこですかね、ラインですかね。なんかこれすごくないっす？なんかまさしくアンモナイトっぽいような形してません？なんか違いますよこれ。なんかすごいっすね。カンパニアンですね。カンパニアンの場所に来ています。多分奥の方行けばマストリの方に行くかなと。で、まあちょっとあんまり入ったことないところなんで、何かいい化石見つけるかもしれないです。武田さん頑張りましょう。はいはい、頑張りましょう。それではレッツゴー。すごい木倒れてる。石の質ですね。こういったものを探していこうかなというふうに思っていますけども、だいたいこの沢っていうの、沢で、化石が入っている可能性があるのは2種類くらいの石の質だと言われてるんで、このパターンとあともう1個ぐらいかなっていう。今ちょっと割ってみますね。こういう感じの石の質ですね。見えますか？ね、こういう感じです。で、表面に何か模様がないか確認して、ないですね。こういう感じで、今日もバッチリ行きたいと思いますので、よろしくお願いします。いやいやいや、今日はもう入ってすぐ、ついてますね。こういう木のね、こういう木の、根っこにね、根っこの下、崩れてるところの下にこんなノジュールが入ってたんで、今出したらいい感じのノジュールが出てきましたよ。これもう入っていきなり見つけましたよ。ちょっとどうします？これに骨なんか挟まってたら どうします？どうだ。こっち側はやっぱり入ってないですね。入ってない。これもない。あと端に寄ってるのかな。あ、見てください。ほら。ポリプチコセラスですね。見てください。ポリプチコセラス出まして。ここね、そのそっち側もそうじゃん。これもそうです、うん、これとこれ同じなんですよね。その隣これもね、これですよね、うん、これもそうじゃん。これもここもそうですね、うん、このまっすぐなやつか、ぐにゃっと曲がってる、はい、U ターンしてくるこういうやつです、うんうんうん、タイプです、ね、
ポリプチコセラス。今日は桜マサを釣れるわ。今日も朝から桜マスって危ないですよ、離れた方がいいですよ。桜マスは釣れるわ。これで化石は取れるわ。帰りに他の車に当たったりして。いや、ほんとね。ここにあったってことは、やっぱり向こうからこう押し出されてこっちに流れてきたってことですよね。どうかな、水が向こうが上流だからこっちにぶつかったのかもしれないし。あ、その場所がね、特定できればいいんですけどね。うん、あ、イノセラムスですわ。大きいイノセラムスの上に、大きいイノセラムスの上に、うん、こいつがこう乗っかってた感じですね。これやってください。うん、結構ね、うん、イノセラムス。はい、武田さん、いいの見つけました。やりました。形いいっすね。手気をつけてくださいよ。石の表面にこういう痕跡がありました。おー、イノセラムス。おー、ポリプチコセラスの一部。結構これクリーニングするの難しいんですよ、これポリプチコセラス。こんな感じますね。はい、はい、今日は調子いいですけど、まあカンパニアなんで比較的あの化石出やすいところなんですけど、これがまあゴードリセラス。ちょっと割れちゃいましたけど、ゴードリセラスのケヌイリラータムですね。うまく割れればよかったんですけど、結構しっかりしてるんで。いやー、割っちゃいました。今日はいいもの見つかるかもしれないですよ、これ。恐竜化石がもしかしたら見つかるかもしれないですよ。お化けの口に見えません？目、口みたいな感じ。やっほー。だん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 奥の方に、入ってきたんですけど、ちょっと石の質がちょっと変わってきて、だんだん、マーストリシチアンの時代、カムイサウルスの生きていた時代の地層に来てる感じがしますね、私の経験で。まだカンパニアンの感じだと思われます。はい、来ました。素晴らしい景色。そしてここにまた私の得意な一本木がありました。うわー、怖いな、これ。これ落ちたら大変だな。おお、やばい。あぶねー、あぶねー。調子に乗ってジャンプしちゃったよ。危なかった。成功成功。うわ、すげー。
びっくりした。あ、びっくりした。ヘビがいた。ビビったよ。ちょっと寄ってみますか。ヘビっす。ヘビが黙って動かないでいる。めっちゃ怖かった。青大将かな。おー、なんか今日ハプニングありそうだな。おー、こっち見てる。やめて、やめて。わー、ヘビいました。ちょっとヘビ、青大将ですよね、これ。これ大きいっすよ。めっちゃ大きいっすわ、これ。警戒してれば。いやいや、怖いな、おい。暖かいから、山の上に行ったんだ。うわー、すごい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 。1メートル30ぐらいかな。本当ですね、めっちゃ長いっすよ。結構太いよ。うん。あ、こっち見てる。ちょっと武田さん、すごい会話してる。あ、会話してる。ちょっと待ってください。こっち向かってますよ。大丈夫ですか。やばいっすよ。めっちゃやばいっすよ。これ戦闘態勢かもしれないですよ。大丈夫ですか。やばいやばいやばい。おお、やばい。怖い。あ、尻尾振ってる、尻尾振ってる。喜んでた、尻尾。ああ、危ない。ああ、怖い、やめて。やばいやばいやばい、やばいっすよ。おお、こっち行きましたよ。あ、何ですか。あ、これ今ヘビがいます。ヘビがめっちゃ怖い。ヘビヘビヘビ、やります、やります、やります。いや、さっきからこのヘビ道避けてくれないですよ。あー、怖っ。ちょっと怖いっすよ。おー、ヘビ怖かった。その苔のところ滑りますわ。ここの苔は、ナイスです。ツルツル。いやー、なんかすごい岩盤ですね、これ。いやー、すごい。すごい景色ですね。すごいっすわ。今白亜紀の岩盤の上を歩いています。この辺のはコロ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 って転がってきますね。すごいっすね。うわ、すげえ。うわ、すげえ。石はないけど、めちゃめちゃ景色は最高。はい。うわ、ドロドロ。すげえ。ドロドロだ。
まあなかなか見つかんないですわ。首長竜のね、一部でも見つかればいいかなと思ったんですけど、まあ難しかったです。それでこれから帰るんですけど、まあちょっとした小沢、すごい何もうちょうちょちょうちょ流れてるような川なんですけど、こういうね、見えますね、こういったちっちゃいアンモナイトとかそういったものは結構見つかるんですけど、やっぱり恐竜ですよね、恐竜化石。ちょっと顔汚いんで。恐竜化石、恐竜化石なかなか見つかんないっすわ。こういったね、イノセラムス見えますとか、ここにあるね、アンモナイト、ちっちゃいこういうアンモナイト、異常巻きのアンモナイトとかいっぱい入ってるやつ、細かいやつが入ってるやつは見つかるんですけど、なかなか見つからないですわ、恐竜化石。はいはい、今日も恐竜化石を見つけ出せという、テーマで、あぶねー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 、ここ滑るんすよ、これ岩盤の上にも水が走ってるんですけど、今日はもう蛇も見たし、もうざわざわするようなことばっかりで、これから帰りますけど、武田さん大丈夫かな、武田さん、あぶねーあぶねー、大丈夫、あぶねーあぶねー、武田さんめっちゃ滑りますわ、滑る、あぶねー。こんな感じで今日は恐竜化石見つけれなかったですけど、また次回楽しみにしていてください。ということで、皆さんいいねボタンと、あとはコメントください。僕のモチベーション上がりますので、あとアドバイスとかなんかいろいろあったら、ぜひ教えていただきたいと思います。あとはね、チャンネル登録の方もぜひしてみてください。次回はいい化石が見つけられるように頑張りますので、楽しみにしていてくださいね。ということで今日は終わりたいと思います。さようなら。めっちゃ滑りますよ、危ない。武田さん、なんか言うことあります？お世話になりました。お隠れになっちゃう。お葬式はいいということなので花火をあげてくださいということです。それではさよなら。武田さん、さよならで。はい、さよなら。はい。ドドン。もう、だから下からずっと行ったんですよ。そしたらずっと下の方から行って、二股になるとこあったんですよね。で、また多分奥なんですよね。すごい奥。すごくですよね。何イノセラムスですか？イノセラムス、アマクセンシスかな。アマクエンシス、アマクサ、アマクセンシスかな。もうちょっと残ってないとわかんないんですけど、ポリプシでしょ。大体そう、ポリプシだから、こういうのはなんかあるんですよね。あ、これゴードリか。ゴードリ、あ、これゴードリ、あ、ゴードリだよね。すごいなんかボコボコ感が、うん、ここほら、ここ大きくさる。電世かインターか、電セプリカータム、電セプリカータムかインターメディウム、インターメディウム、インターメディウムあったんですよ。でも一部だったんで持ってこなかった。はい、俺もこれだと持ってこないから、うん、だからそういうなんかやっぱりゴミです。
ゴミと言われるようなものばっかり。ここにこう出てるのね。あ、来ないじゃない。このポリプチはこれとこれあの繋がってるってことですか、ね、多分こう大きくなってこう来る。ああ、まあここまで来てるじゃん。あ、そうかそうか。これね。ぐるぐるぐる。あ、こんな格好になってんの全部出てる面白いな、これやってるね。なかなかないっすよ、ね、全部繋がってるやったら本当に、うんうん、なかなかないっすよ。簡単あるな。じゃあ今回も博物館には全部置いてあるってことですね。置いてあるよ。あ、でもプレミアム